嬉しい恥ずかしの CM が発表されてすごく感無量です。モンスターハンターの CM に出れることってすごく名誉なことなので本当に嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ちょっとすごい格好だとは思うんですけども、これはねこの後、はい、そうですね、はい、ちゃんと理由がありますから、はい、詳しくお聞きしたいと思います。本田さん、短いお時間になりますが今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。さあでは辻元さん、早速始めていきたいんですが、まずは発表からということでお願いしていいでしょうか。はい、そうですね、今日ですね、本田さんにスペシャルゲストとしてお越しいただいたのはですね、モンスターハンターライズのテレビ CM のイメージキャラクターを、はい、実はしていただいてるんですね。はい、はい、本田さん、そうなんですか。あ、そうなんです。本当にありがとうございます。この度は嬉しいです、じゃあその今日のお衣装も、うん、そういうことですね。そうですね、はい、ちょっと CM を見ていただけたら分かるとは思うんですけど、はい、完成したばかりの CM モンハン先生こと本田さん、いかがでしょうか。はい、なんだか本当にもう嬉しい恥ずかしの CM が発表されてすごく感無量です。モンスターハンターの CM に出れることってすごく名誉なことなので本当に嬉しいです。はい、後ほど撮影のお話なども聞かせていただこうと思います。はい、はい、いや、いきなりですね辻元さん、なかなかこんな発表飛び出ないですよ、はい、そうですね、驚きました。さあ今見ていただいた CM なんですが、今回のモンハン先生登場編、そしてモンハン先生リモート授業編と2種類の CM がありましたが、それぞれ設定というか CM はどういった感じでお作りいただいているんでしょうか。はい、そうですね、まず先ほど2本見ていただいたんですけど、はい、1本目の方はですね、今回本田さんにですねモンハン先生と、うん、になってもらってるんですね、はい、でこれ本田さんといえばやっぱゲームめちゃめちゃうまいんで、はい、もう完全先生でしょうということでモンハン先生という役をやっていただいておりまして、で初めに見ていただいたのは登場編というものになってて、なんかしかもねちょっとね、あんな先生いるのかっていうぐらい太刀持って入ってきてましたけど元気に、はい、はい、それでちょっと小さくなったりとかして、まあ、今回のモンスターハンターライズのゲームの要素をご紹介していただいているというのが1個目の CM になりまして、そして2つ目はですねモンハン先生がですね、リモートの授業を家族の方にするという CM になっております。でこちらもですね、モンスターハンターライズのですね要素であったりとかこの、まあ、特徴でもあるマルチプレイを楽しみながらいろいろ家族の方に教えていくっていう CM なんですが、モンハン先生の方が結構気合い入っちゃって、うん、盛り上がってしまうみたいな CM になってますね。はい、はい、いやすごく楽しい、やりたい、集まりたいって気持ちが高まった CM だったんですけど、今ですねこちら皆さんに見ていただいているのが、はい、CM の撮影のメイキング映像になってるんですが、はい、実際今回本田さんモンハン先生という役で CM にご出演いただいているわけなんですが、はい、撮影大変なこととかってありましたか。そうですね、結構こうとってもとっても元気にやらせていただいたので、うん、途中ちょっと息切れをしながらやらせていただきました。はい、でもすごく楽しかったです。こうモンハンの魅力をとにかく全身を使って表現できた CM なんじゃないかなと思います。はい、辻元さん実際にお立ち会いの時はどんな雰囲気でした？ CM 撮影。そうですね、まあ、結構長時間の撮影だったんですけど、はい、本当に初めから最後まで元気に、うん、なんか見てる立ち会ってる僕らも結構楽しめたと言いますか、うん、っていう現場でしたね。はい、でも実際本当にこんなモンハン先生学校にいてほしいなっていう CM でしたよね。確かに。本当ですか。本当ですか。はい、絶対いてほしい4月からの学校生活に。さあそして今回の撮影されたテレビ CM なんですけれども、はい、先生的に本田さんの注目シーンというのはあったりしますか。私の注目シーンですか。はい、やっぱり武器持って入ってくる先生ですかね。すごくないですか。まあ多分昔でいうこう竹刀を持って入ってくるイメージで、はい、まあ入ってきたんですけども、あれ何回もぶつけました本当は。本番っつって入るときにガツッ、あ、すいません、お前がすいませんみたいなのは何回もありました。人生で教室に武器持って入ってくるしないですか。いや、しかもあれ結構
ようなサイズ感でして大きいんですね。かなりね、あの右肩の筋トレになりました、はいね、先生でもやっぱゲーム内ではたくさん武器持ってらっしゃるでしょうけど、本当にこう持ってこの長さですもんね。そうなんです、今一瞬見えたと思うんですけど、はい、さあとてもこの楽しい CM、はい、ご出演いただいているこのモンハン先生登場編とモンハン先生リモート授業編テレビ CM は3月12日の金曜日より順次放映となっております、はい、公式サイトの方ではイベントの終了後から公開となりますので、ぜひ見ていただきたいと思います。ぜひ